もちろん、アンゴロです。出来事ランキング、ガチーワー。自民党総裁選3候補が語る争点。本格論戦、始まる。新しい総裁は14日に選出される。安倍首相が総理大臣を辞任することにしたので、次の総理大臣を決めるために自民党総裁選が行われます。立候補者はこの3人です。だ。岸田文雄、政調会長。菅義偉、内閣官房長官。石破茂、元幹事長。投票は国会議員と都道府県連で行われ、当選が有力なのは菅氏です。7つの派閥のうち5つの派閥の支持を確保したので、ほぼ決まりです。その菅氏が総裁選に向けた政策発表で暗号資産に影響がありそうなワードを言いました。これです。ドン。デジタル庁。ついこの前はデジタル通貨で盛り上がりましたが、今度はデジタル庁です。庁とはですね、国の行政機関です。省が親会社で、庁が子会社のようなイメージです。例えば、財務省の外部機関は国税庁。では、デジタル庁が暗号資産に与える影響を検証し、何を買えばいいのかを予想します。まず、菅氏の政策の柱はこれです。ドン。縦割り打破なくして、日本再生なし。ポストコロナに向けてデジタル化の必要性が明らかになりました。複数の役所に分かれている政策を強力に進める体制を構築します。ポストコロナはコロナの後という意味です。縦割りは、異なる組織が連携を取らずに組織内の上下関係のみで運営することを言います。よく問題提起されるのが縦割り行政による非効率な手続きです。例えば申請をしに役所に行くと複数の部署に案内されて、部署が変わるたびに申し込み用紙に記入して最初から手続きをしなければいけないことがあります。これが縦割り行政が生み出している弊害です。縦割り行政は行政サービスが非効率になるだけでなく日本経済にとっても良くないと言われています。そこで菅氏は日本のデジタル化を進めることで縦割りを打破し日本経済を再生します。具体的なデジタル化の内容と、新型コロナウイルス化で浮き上がったのはデジタル化の必要性であります。オンライン診療は今後も続けていく必要がある。オンライン診療は病院に行かずにビデオ通話で医師の診察を受けることです。ギガスクールも強力に進めます。ギガスクールは生徒1人1台のパソコンとネット環境を提供することです。ギガはギガバイトのギガではなく、グローバル&イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オーの略です。わかりづらい。ガファみたい。行政のデジタル化については、マイナンバーカード。複数の役所に分かれている政策を強力に進める体制としてデジタル庁を新設したいと思います。マイナンバーカードは、個人を識別するための番号が記録されている IC カードで、行政サービスを受けるときや身分証として利用できます。以上が菅氏が実現するデジタル化社会です。ただし、この政策は菅氏が新たに打ち出したのではなく、すでに内閣府の経済財政諮問会議で話し合われ、デジタル化のポイントがまとめられている政策です。なので、デジタル庁が設立されたら、内閣府がまとめているデジタル化の内容をデジタル庁が引き継ぐことになります。内閣府がまとめているデジタル化の参考資料を確認します。ずっと。左側は行政手続きのオンライン利用率です。なんと日本は30カ国中30位。ビリです。右側は成人のネットワーク端末を使った問題解決能力です。なんと日本は34カ国中28位です。このように先進国であるはずの日本ですが、デジタル化が他の国よりも遅れています。次にデジタル化の内容を確認します。全部で8つあります。1つ目と、行政手続きのオンライン化、ワンストップ、ワンスオンリー化。ワンストップは全ての手続きを一箇所でできることです。ワンスオンリーは一度停止したものは再停止不要にすることです。つまり、行政手続きを自宅のパソコンからでき、手続きは総合窓口サイトの一箇所で完了し、一度停止した資料は再停止する必要なくするということです。縦割り行政の打破。印鑑制度を見直すとです。二つ目だ。自治体業プロセス情報システムの標準化。現在は自治体ごとに異なる情報システムが使われていて、手続きやデータの連携が非効率になっています。
そこで標準化したシステムをクラウドに構築し、各自治体がそれを利用するようにします。住民記録システムから始めたそうです。三つ目と、オンライン診療の定着と医療健康データの活用。自宅のパソコンで診察の予約を受け付け、ビデオ通話で診察をし、電子処方箋の発行と薬剤師の指導を一気通貫で行うシステムの標準仕様を政府が作ります。四つ目と、遠隔教育在宅学習の環境整備。生徒一人一台のパソコンを提供し、インターネットを利用した遠隔授業ができる環境を整備します。デジタル教科書や学習データを活用できるように制度改正を進めていきます。ギガスクールのことですね。五つ目と、公共データ、パーソナルデータのオープン化と官民データ連携。個人情報に当たらないデータを国と独立行政法人と民間でリアルタイムでデータの共有と解析を行えるようにします。6つ目と、行政や中小企業などにおけるデジタルトランスフォーメーション推進人材の育成確保。デジタルトランスフォーメーションとはですね、デジタル技術を社会に浸透させて生活を豊かにすることです。新しいデジタル技術の使い方を教育できる人がたくさんいればデジタル化が加速します。7つ目と、マイナンバーカードの交付、暗証番号確認手続きの迅速化、簡素化。カードの交付は、今年度末は5600万枚。2022年度末にはほとんどの住民のカード保有を見込んでいます。八つ目と、マイナンバー及びマイナンバーカードの活用メリット拡大。今年からマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになったのと、買い物でマイナンバーカードを使うとポイントがもらえるマイナポイントが始まりました。マイナンバーカードと銀行口座の紐付けは今年中に結論を出すそうです。その他、マイナンバーカードを活用して事務処理を効率化させるシステムを国主導で整備する案が出ています。以上がデジタル化の内容です。以上をもとにデジタル庁が暗号資産に与える影響を言うと、それは、あまり関係ない。なんだって、ねえ。デジタル化の目的を簡潔に言うと、データの共有とシステムの標準化によって作業を効率化させるのと、インターネットを利用することで物理的な移動せずに完了できる作業を増やすことです。これは暗号資産の技術を使わなくても実装でき、資料には政府が発行するデジタル通貨の話すら記載されていません。なので、資料にはデジタル庁が暗号資産に直接影響を与えそうな内容はありませんでした。しかし、デジタル化によって必ずこの壁にぶち当たります。と、情報漏洩が心配。現在のような国民の個人情報をサーバーで集中管理し、データの共有をネット経由でできるシステムを情報漏洩から守るには高いセキュリティが必要です。しかし、セキュリティサービスをしている三菱電機が政府や民間企業の機密データをハッキングされたように、現在のシステムではいくらセキュリティにコストをかけたとしても 100% 安心できるようにはなりません。内部犯行による情報漏洩にも常に気を使う必要があります。国民全員の個人情報流出事件が起きたらえらいことになるので、大量のデータをごそっと盗まれる事件は絶対に阻止しなければいけません。それをサーバーの集中管理するにはいくらコストをかけても心配が尽きないので、必ずこれを活用する案が出てくるはずです。と、ブロックチェーン。ブロックチェーンは暗号資産に使われている技術で、オープンなネットワークでデータを分散管理することで保存されているデータを改ざん不可能にしています。また、ブロックチェーンに保存するデータを暗号化することで、秘密鍵を持っている人だけが保存したデータを見れるようにできます。現在のシステムでは、利用者が個人情報を企業に渡して、企業がサーバーでデータを管理しているので、ハッキングや内部犯行で個人情報がごそっと盗まれる可能性があるのに対し、ブロックチェーンでは秘密鍵を持っている人しか内容を見ることができず、秘密鍵は各ユーザーが自分で保管するので、ブロックチェーン全体のデータを持っていかれても痛くはなく、個人情報がごそっと盗まれる心配はありません。つまり、デジタル社会に必要なのは、国民一人一人が自分で個人情報を管理し、必要に応じて必要なレベルの情報を開示できるようにすることです。そのため、ブロックチェーンが必要です。以上をもとに考えると、デジタル社会にブロックチェーンが使われたり、暗号資産へのアクセスが増えることで、長い目で価格にプラスの影響を及ぼす期待は持てますが、デジタル庁の設立直後にビットコインが爆上げすることは期待できません。なので、投資するなら、デジタル化政策の恩恵を受けそうな株を探した方が良さそうです。レッド。これはメドレーの冷やし立てです。メドレーはオンライン診療システムなどの医療プラットフォームを開発している会社で、2019年12月にマザーズに上場しました。
上場発値は1270円。その後価格上がっていき、安倍首相が辞任表明をした8月28日の価格は4230円。現在価格は5540円。10日で 31% アップ。中国政府のブロックチェーン推進宣言からビチェーンという中国のプロジェクトが脚光を浴びたことからもわかるように、もし菅首相がブロックチェーンの推進宣言をした時は日本のブロックチェーン関連の企業も注目されるはずです。ちなみに最近ビットポイントジャパンは独自ブロックチェーンの開発に着手しました。親会社は東証2部上場のレミックスポイント。他にも暗号資産関連で上場している企業はあります。菅氏のデジタル庁とブロックチェーンの発言は今後もチェックします。以上、デジタル庁はビットコインを爆上げさせるのかでした。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。富をもたらす暗号資産を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。トレードスキルをアップしたい人はトレード道場へ。説明欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。